ャンマイからパーイという町まで行く途中です。で昔のタイはね、まあ、最近かなり発展してきてるんでね、変わってきたんです。実際に変わってきてるんですけど、いまだにこの辺りまだ昔の方式です。まあそこにね、タイあると思うんですが、あとは水がそっちにあるんで、水で流す感じで下に押し込む感じですね。で終わったら、軍事者がそこのところに流す感じ。ただその、紙とかがないんで、紙をね、買わないといけないし、なんで、まあ持ってきた方がいいですね。トイレットペーパーとかね、こんな感じのやつ、昔からのやつ。ラオスとかカンボジア行ってもこういうやつがあるんですけどね、すごいですね。最初に違和感感じると思います。